いただきます。いただきます。きます。なんか今白いの見えた。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパポン探してね。皆さんごきげんよう。のり弁、今日は、はい、今日は姫ちゃんと王くんが大好きなのり弁を紹介します。結構頻繁に食べてるよね、うん、めちゃくちゃ美味しい。月に2ぐらい食べるね、のり弁です。こちらはね、一の屋靖国通り本店ののり弁です。こののり弁めちゃくちゃ美味しいんだよね、うん、パパがこれ発見したのよね、前、うん、あの外ののれんにね、お店のめっちゃ雨降ってる。落とした。雨めっちゃ雨。どんどんって言わなかった。気のせいか。今さ、台風来てるじゃん。あ、そっか。これさ、はい、あのこの店舗の外のれんにのり弁って書いてんの。もうむしろのり弁しか書いてないのよ。ということはのり弁専門店じゃないと思ったの、うん、よっぽどこののり弁に自信があるんだと、うん、美味しいんじゃないと思って、うん、多分一つだけ買って一人で食べたのよ、うん、バカうま。それから姫ちゃんとおくんにもね、うん、食べになったんでね、うん、これ絶対姫ちゃんとおくん好きと思って、うん、で買って帰って、いっぱいなる。こちらののり弁大好きです。バカうまです。皆さんぜひ食べてください。なんかさ、春はさ、あれじゃん、はい、鮭。ああ、そうそうそう。これはね、1080円です。ちょっとね、高いかなと思うけど、それ以上の美味しさがあなたたちを待っております。マジで満足できる。前パパ一人で食べちゃったんだけど、最強の海苔弁みたいなのあるのよ。ゴールドの海苔弁みたいな。あ、知ってる。金の海苔弁だったかな。まあ、もしかしたら、うん、あ、うなぎの、あ、うなぎ、そうそうそう、ね、その店舗では1日に2食しかないの。たまたまこちらもありますよって、のり弁か季節ののり弁。けど人気すぎて季節ののり弁速攻なくなるのよ、うん、開店15分でなくなります。これでも十分美味しいんだけど、まあ、コスパ的にもね、1080円なんで、うん、いいからこっちね、でも十分ですけど。あったのよ、金ののり弁、3000円だったと思います。すごい人気なのね。めっちゃ美味しい。じゃあね、オープンします、うん。すごい雨だね、うん、またなんか物音した。雨かな。どんどんって言った気がした。雨でしょ。え、結構強いんじゃない。あ、そっか。じゃあ映していくね、うん、それではオープンしますよ。はい、せーの。あくん、うーん、あくん、めっちゃいい香り。うー、美味しそう。王くんが嬉しすぎて叫びました。ほら見て、食材の説明があるよ。お米、新潟産新之助。新之助。大粒で美しく、噛むほどに優しい甘みとコクを感じる忘れられない余韻。もうこれだけで美味しそうだよね、この新之助ね。はい。あとはね、もち麦も入っていて、海苔とかもさ、瀬戸内産浮き流し、しっかりとした食感に海苔本来の包み込む旨味。もううまそうだよね、この説明が。お肉とかもさ、三重県産松坂名物厳選した鶏もも肉を極上味噌だれで2度3度と焦がし焼いた一品。これもすごいよ、鰹節。鹿児島県産一本釣り唯一無二の旨味の宝。すごいよね。うん、なんかこのさ、説明だけでさ、想像できてさ、お腹空いてくるよね。ねえ、食べながら見ることができます、この感じで、うん、いや、これうまいんだよね。ちょっとこれさ、卵出して、卵が隠れているの、いつも。あ、ここら辺にあると思う。そして ここら辺、この海苔めくってみて。いつもこの、あ、あった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 、ありました、皆さん。鰹節もかかっているでしょ、ご飯に、うん、ほらほらほら、これあった。おお、鰹節卵、卵が出てきたよ。ひめちゃんも奥もこの卵大好きだよね。うん、私この卵だったら大好きなんだよね。ひめちゃん、ほんとこの卵だったら食べるよね。ね、私ゆで卵嫌いだもんね。ねえ。あ、本当は1週間に1回ぐらい食べたいね、うん、ご飯もね、プチプチで美味しいです、ね、もち麦が入っててプチプチ、ね、体にも良くてね、美味しいね。もう急に雨やめたくない。雨止んでる。どんどんどんって今言ったじゃん。いや、ちょっと待って、ほらほら、いや、聞こえない。じゃあ行った。なんか一瞬聞こえてたんですよ。なんかいる。ちょっと待って、13日は金曜日や。ジェイソンか。13日じゃないし、金曜日はね、外ベランダなんだよね。
しかも結構ね、後ろ塀が高いんだよね。塀が高い !70m! 入ってこれないはずだけど。入ってこれないはず。虫だとこんな雨に飛ばないでしょ。違う、トリキラトプス。あ、トリキラトプスだ。絶対ゴキブリとトリキラトプス。ゴキブリが700匹いて。700匹。じゃあね、お腹ペコペコなので、ね、いただきましょう。はい、じゃあ皆さんいただきます、しますよ。はい、せーの、いただきます。いただきます。いや、パパ、今もしたと思うか。何？なんか変なことするけどね、気にせん。ほら、本当だ。いや、真っ暗に何も見えない。何の音？え？また雨降り出した。こんな大雨ならちょっといないでしょ。うん、ね、入ってくれないし。気になるな。ちょっと、パパ見てくるわ。うん、すぐそこだから。うん、裏だから。いやいや、さすがに。いや、これ絶対さ、絶対ラッキー。パパ、パパ、ちょっと私見に行ってくれ。これ絶対もうさ、わざと行ってるよ。あ、俺も見に行く。みんな、みんな聞いて、パパマジいなかった。ちょっとカメラ持って行って、ちょっと向こう。うん。え、パパどこ行っちゃったの。ガチじゃん。パパ、パパ開けてみて。うん。雨降ってるよね。あれ、あ、降ってる。外れてるじゃん。え、待って、パパは？パパ？マジでいないんだけど。なんか暗くてよく見えないからさ。うん。奥向こうの電気つけてきてくれる？うん。奥が電気つけてくれた。やっぱいない。奥君、これさ、うん、ドアが開いてるってことはパパが開けたってことだよね。だって私たちこっち来てないもんね。うん、しかもさっきパパが言ってたように塀高くてさ、誰も入ってこれないはず。うん。え、パパどこ行っちゃったの。パパ、一回戻ろっか。うん。パパいなかったね。ね、ドッキリかな。違うっしょ。パパのことだから、これワンちゃんドッキリの可能性あるよ。ああ、そのうち戻ってくるでしょ、お腹すいて。うん。あれ、鶏肉は？お弁当に入ってる鶏肉がない。え、濡れるとこ見えてんじゃん。私もないんだけど。パパもある。ほら、これね、鶏肉。なんで？なんか食べた？食べてない。すぐ食べるわけないじゃん。さっきなんか食べてなかった気のせい。食べてないよ。パパが食べた？でもいないよね。うん。なんでなくなってんの？パパがさ、買ってきてくれたのにさ。お腹すいた。ねえ、この鶏肉私大好きだったのに。俺も。何これ？ドンドン。なんか今白いの見えた。見に行ってみよう。うん。僕、気をつけてよ。うん。なんかいるよ。あれ、ここにいたよね。うん。みなちゃん、なんでいないの？なんだったの今の白いのは。誰かいたよね。うん。気のせいだったのかな。え、やだ、一回戻ろう。うん。あと奥、ドア閉めてくれる？うん。よし、閉まんない。嘘、いや、嘘ですよ。いや、マジマジマジ。ちょっと動いてみろ。こっちじゃん。動かないんだけど、どうぞ。え、どうしよう、もう、行こうか。うん、行こう。何だったの今の。めっちゃ怖いんだけど。パパのドッキリ。あれ、待って、のり弁めっちゃ減ってるんだけど。え、
フライないんだけど。魚のフライは？私もなくなってる。え、海苔だけじゃん、もう。そこ何このお箸、一本だけ。多くもあるじゃん。え、私たちのお箸は新品。俺の新品。これ誰かが食べてる。え、だってほら食べた後ついてるもん、ここ。ドッキリこれ。え、パパに限ってさ、せっかく買ってきてくれたお弁当だしさ、私たち楽しみにしてたからさ、こんなことしないよね。確かに。違う、誰かが食べてる。え、さっきさ、後ろの方にさ白いの映ったじゃん。うん、妖怪？妖怪のり弁野郎。え、妖怪のり弁野郎。パパのお弁当は？あれ、ドアの弁当も消えたし、これ絶対パパじゃないわ。明らかにおかしいもん。妖怪だ。パパ連れてかれた。うわぁ、なに。いや絶対だよ。俺今のカメラに映ってるよね。これめっちゃすごい顔しなかった。何今の。やば、パパ連れてかれた。見に行ってみよう。うわっ、いない、いない。絶対いたよね。なんかさ、2階に見てたもん。うん、2階に登った。そりゃないでしょ、結構高いよ。うん、マジで怖いんだけど、どうしよう。パパはなんでいないの。パパ消えてるし。オークさ、そこ立ってみてよ。うん、うん、どれぐらいで進捗確かめたい。うん、あ、それぐらい。あ、さっきもさ、それぐらいじゃなかった、白い顔。うん、じゃあ子供ぐらいの身長ってこと。いたずら、うん、え、子供のいたずら来ないっしょ。さすがに無理か。オープンと同じぐらいの身長かもね。うん、一回戻ろう。うん、ドア閉めてみて。閉めれるかな。あ、やっぱりダメか。カーテンだけ閉めておこう。うん、行こう。うん、うん、うん、暗くてよく見えないよ。なめてる。やっぱそうだ、ちくわ。さっきのさ、白い人、人なのかな、あれ。妖怪、妖怪。変な白い人間みたいな人が妖怪のり弁やろうが、絶対これ食べに来てるよ。私たちをこの門で向こうに行ってみようって行かせて、その間に私たちののり弁食べてるんだ。うん、オークと同じぐらいの身長だったよね。うん、子供。いや、こんな食べれなくない。え、でも生きる子は生きるでしょ。あー、だってオークは生きるじゃん。ギリギリね。うん、妖怪だから分かんない。あ、そうだよね。めちゃくちゃ食べるかもね。ね、5キロぐらい食べる可能性は。そうそう、妖怪じゃない可能性もあるよ。普通に人間だとしたらめっちゃ怖くない？幽霊。え、でも無理じゃない？分かんないよ。人間だったらワープぐらいしかないよ。はしごを持ってきてさ。はしごなかった。あ、下の方から。ああ、向こう側の、こっちから見えないよね。パパもいなくなったし、のり弁ごと。待って、妖怪じゃん。身長伸びてない？さっきもうちょっと下だったよ。白川ぜんざいだ。裸？もっと裸なんだけど。変態だ。誰あんた。うわ、やばい。誰、うわ、誰。なんか腹すぶれてる。えぇ、ー、パパどこにあったの。ちょっとパパどこ。のり弁も返して、返して。行ってみよう、今の捕まえられるかも。行くよ。うん、
たよね、さっき、うん、身長伸びてたし180ぐらいなかったね、あったよね、明らかにさっきと身長違かったよね、うん、どうなってるの、ね、これさ、なんだっけ、妖怪、何妖怪のり弁やろう、そんな生やしいものじゃないよ、うん、もっとヤバいやつだって、どうしよう、すぐさ、こっち戻ってきてもさ、消えちゃうよね、うん、まだなくなってんじゃん、確かに、思ったらのり弁減ってるかも、うわっ、なに、僕、早く早く、行こう、へい、いない、うわ、待って、これ待って、箸の置き方なんかなんか、独特、ね、本当に箸って感じだったね、箸だね、野菜だけじゃん、卵がそのままくり抜かれてる、綺麗にくり抜かれてるよ、これ落とし穴みたいな、黒くないこれ、落とし穴、そのままじゃん、これのり弁じゃん、これ名前通り、のり弁、せっかくさ、このお弁当楽しみにしてたのに、うわー、任せてよ、本当に名前通り、のり弁になっちゃった、今回のバカ子はここにいたわよ、みんな、わかったかしら？